熊本がここをそうですね、渡辺選手が斜めの走りに入ってみたところに南千代の後ろ逆の前川まで持ってきました。前川、前川右からの崩し、斜めのボールが入って、そして逆の前川のシュートでした、うん、ニアには岡崎選手1人、短く始める松本へ、南打ってきたか、上福本です。変化をつけて南のシュートでした。中くさび通して渡り、さあここで前向くか、中意識させて外空いていますが、少し持ち上がってから中を選択してきた杉森、折り返した西矢、縦パス一つ入ってから持ち出し、そして最後は折り返しでした。渡井も降りてきて、そして前向きを作りました。福岡からそして裏を狙ってきた柿田、さあいいボールだ柿田、時間を作って杉森に持ってきた、逆まで来た、シュートだー、ポスト柿田、柿田、岸本、小西滑らせて藤田まで持ってくる、ニアゾーン杉森が取りに行きますが、そこを取りに入ってきた柿田、ワンツーで入ってきた、鮮やか、小西、徳島先生、山形がボール奪えたかなっていうところのちょっとしたミスを即座に奪い返して、で小西選手が縦にこれですね、グッと差し込んでワンツーですね、はい、そしてまたファーサイドより短く始めます。そして南に持ってくる、もう一度ビニシウス、折り返し流れてきた、中村俊でした。ビニシウスが抜かずに入れたクロス、ニアに入ってきた中村俊でした。熊本から山田、ビニシウスのところに差し込みます。ポストワークで南、南、ビニシウス、ビニシウス、シュートに行った、2人で最後まで行きましたね、はい、斜めの浮き球のボールが入ったところから南とビニシウスのコンビネーションでした。岩尾からうまくサイドを外してきます。空いているところ岸本、これで押し込みに成功、そして抜け出し柿田、柿田折り返し、逆まで来た西矢、西矢カットインした、岸本、岸本流れた、オフサイドです。フラッグ上がりました。さあ上福本まで変わって入った大月が行きます。そして奪った松本、岡崎、中村俊へ、中村俊ミドルか、いや、あの辺りでああいうボールの持ち方をすることを嫌うチームも多くあるんですけどね、はい、最終ラインの選手がここもその福岡ですね、うん、しかしここは縦パスが引っかかってカウンター、渡辺シュートだ、面白い、シュートに行くか、さあ残っている、倒れるがコーナーです。熊本ニアに入ってくる、その奥に来た、ハンドアピールしますがフェアなりません。戻
もう一度幅を作る中村俊英、強引に入れてきたヘディング、上福本、いやナイスセーブ、枠いってますよね今ね、タイムアップです。徳島今シーズン初の5連勝。